気に終わらせるわよ。何かお困りごとですか？ん？もっと詳しい情報はありますか？例えばそのお祭りの名前とか。新滝極上？新滝派が主催してる新滝。ああ、この前姿の色では、あの未認可の催しのこと。未認可の催し？ああ、いえ、そう何度も名前。確かに数日前、私どもはここで姿の話を聞いてみたところ、彼らは催しの開催許可も明らかに未認可なものでしたので、私たちは規定に従い強制的にその催しを中止させたんです。え、強制的に？いえ、彼らはそうい安全対策。もし新滝派をお探しでしたら、天金島に行ってみてはどうでしょう。天金島はシャブ業が大小様々な祭りのために。このことは、あら、もし彼らに祭りを開催、せっかく来たんだし。でもいいのよ。命を捨てに来た。かかれ。さっきと同じだな。新滝派の人はいなそうだぞ。ここはシャブ業の代行が管理しているはずだ。そいつに聞いてみようぜ。急がなくてもいいのよ。二人ともなんか妖怪。ああ、はそうだ、宵宮さんは花火を届けに来た。九条空様の方は一体。オイラたちよりも先に来て。あら、それが残念ながら、だから彼らには北西の、もう少し早く申し込んでく。北西の方に向かえば彼。ちょうどお前がいつ俺様の会場を見てみろ。三方は海に囲まれ、空気も澄んでる。天金島を背にしたここは祭り文化の中。さらに陸路も水路も利用できて交通の便がいい。徒歩や船であっという間に来ることができる。この会場を見た瞬間、俺さ、あの瞬間、親分最高。絶対天領奉行のやつらに追い出されただけだよな。今回俺ら新滝派の名を宣伝すること、それから忍の姉子の卒業をお祝いすることができるとも。あと資金不足で。まさに。アキラ、最後の一言は余計だ。採点つうのは。おい、忍はし、あいつが真面目に仕事しててどうして。俺様だって真面目に。実は
お前らがもうすぐ来るかもしれないか。親分も忍の姉。おいおい。おい。さらともちびすけに話すことに。それより兄弟。あいつはこの祭典を今後は新たく。それより兄弟。あいつにも、だが、あいつはそれを受け取らなかった上に、わざわざここまで来て、しかもだ。いつか、絶対に。それより兄弟。いろいろあんぜ。あそこの小さい丘が見えるか？このかがり火は、炭で瓜を焼くのにぴったしだ。で、こっちの箱は、七星召喚を。本当にいろ。だが、この祭典の一番の目玉は、豪華菜園だ。ほら、これを見て、お前らに。だが、その、800万も。当然、俺様だって、この小鼓の縁が破れてることに、俺様。だから、俺様はもう一度値切った。得したのは相手の。それより牛使い野郎が8万もたかが8万もらだ。そのうちの2万は俺が。俺も。親分。2万。牛使い野郎、自分は1000も。おいおい、お前どういう計算してんだよ。せて食べんのは。祭典はまだまだ。その小鼓をちゃんと持ってろよ。そんじゃまた後でね、兄弟。俺は新たき豪華。あ、そうだ、俺たちみんな楽器には詳しくない。そうすればよりさ。たゴーコ菜園をはじ。よし。俺は新たき豪華菜園を始める。よし。
変だ。親分が、ついさっき天領奉行の奴らが掲示板に、詳しいことはわからん、将軍様もきっと新たき極上生成五湖大祭典に参加したや。え、おや、ああそうだよな。とにかく親分はその場、大丈夫、親分はその後、あさん、あの、おいバカ、祭典の方は親分が主、旅人心配、ひとまず俺らの祭典を支援し、お前の旅がお良くなるこ、その様子残念だ。